たです。本日のお仕事はいかがなさいますか？まずはクノスさんに会いに行きましょう。村で採れるものとか辺りの環境とかを聞きたいの。これからどうやって村を発展させていくのか考えるためにもね。確かに村の周辺にあるものを使って発展させていくのが賢いやり方ですね。でしょ？あと人材についても知っておきたいわね。もし優秀な技術者や錬金術師がいたら発展の助けになるもの。なるほど。ですがさすがに錬金術師は厳しいのではないですか？優秀な錬金術師なんて引く手あまたでしょうからね。それはそうなんだけど、やっぱり錬金術師は必要だと思うの。求められている規模までこの村を発展させるには普通のやり方だけじゃ難しいもの。それに賢者の遺物を探し出すにはいつかきっとその力が必要になってくるわ。そうでございますね。何名か雇用できればいいのですが。そうね。そのためにもクノスさんから情報を聞かないと。さあここで話してても仕方ないし、早速クノスさんのところへ行きましょう。かしこまりました。すぐに準備いたします。おやネルケ様、お出かけですかい？あ、クノスさん、よかった。ちょうど伺おうと思っていたんです。そうでしたか。それは好都合でした。好都合ですか？それは一体どういう。なんだなんだ、ずいぶん可愛いジョーちゃんたちじゃねえか。そうですね、ネルケ様とメイドのミスティさんでさ。あのクノスさん、こちらの方は？こちらはハゲルさん、大工たちの取りまとめ役をしてもらっているんでさ。うん、よろしくな、ジョーちゃん。作ってほしいものがあれば俺に言いな。材料と人でさえありゃどんな建物でも一から作ってやるからよ。ハゲルさん、貴族様を相手にその喋り方は。いえ、貴族とはいえ私たちは同じ村の仲間になるんですもの。ぜひ気軽に接してくださいね。おお、話がわかるジョーちゃんじゃねえか。ところでクノスさん、どうしてハゲルさんを紹介してくださったんですか？これからこの村を発展させていくのに新しい建物は絶対に必要になるはずです。それでまずはハゲルさんを紹介しに来たんでさ。建物は大工がいなきゃ作れやせんから。他の門のほとんどは畑仕事や狩りなんかをやってるくらいですな。そうですか。それじゃあ最初は何から建てるのがいいかしら。それじゃあ私のお店を作ってほしいわ。おや、パメラじゃないですかい。お久しぶり。久しぶり、クノス君。もうすっ
いや、足なんかまだまだでさ。クノスさん、こちらもこの村の方ですか？ああ、違いやす違いやす。この人はパメラって言って、パメラよ。これからよろしくね、ネルケさん。こちらこそよろしくお願いします。この村でお店を構えると行商ができなくなってしまうのでは？大丈夫よ、ここにいると面白そうだから。私ここでお店を持ちたいって思ったの。本当ですか？ああ、いや、それは便利になりやすね。だな、薬なんかも買いやすくなるしな。助かるぜ。薬ですか？もしかしてパメラさんは錬金術が使えるんですか？使えないわ。でも目利きには自信があるわよ。パメラの店には何に使うかわからないものも多いんですが、困った時に必要なものもたまにあるんすよ。たら失礼しちゃうわ。素敵なものしか並べてないでしょ。それはぜひ見てみたいですね。でおうよ、それじゃあ指示をしてくれるかい？こちらをご確認ください。どれを立てましょう？場所はどうなさいますか？これで決まりね。誰にお願いしましょうか？はーい。ネルケ様。
こいつでどうだい？なかなかに立派なもんだろう。うわー、かわいいお店。この短期間でこれだけのものを作るなんて本当にすごいです、ハゲルさん。これぐらいお安いご用よ。まあ、ありがとうございます。これからも頼りにしますね、ハゲルさん。それじゃあ今日はこれくらいにしましょうか。そんなに根を詰めてもいいことはねえですから。パメラも今すぐ店の準備をしたそうにしてやすしね。バレちゃった。それじゃあ今日はこれで。皆さん引き続きよろしくお願いします。そうよ、任せて。頑張ってた。へい、こちらこそよろしくお願いします。さて、足も帰りやすかね。お疲れ様でした、ネルケ様。どうですか？初めてお仕事された感想は。まだ何とも言えないわね。今回のお仕事はほとんどハゲルさんたちにやってもらってただけだし。それに私は私で書類仕事になれるのに必死だったからね。うまくいきそうかどうかはもう少し先にならないとわからないわ。そうでございましたか。これは失礼いたしました。期限と言われて私も焦っていたようです。でも仕事の勝手も分かってきたし、少しでも早く発展の目処を立てないと賢者の遺物について調べることもできないものね。あら、お忘れではなかったんですね。ここに来てから話されないのでどうされたのかと思っていました。そんなわけないでしょ。そのために私はこの村に来たんだから。話してなかったのはまだその時期ではなかったからよ。どのみち聞いたところで調べるための人材も揃っていないしね。せめて錬金術師がいればちょっとは状況も変わると思うんだけど。そうですね。しかし錬金術師がこの村に来るものでしょうか。来させるのよ。そのためにこの村を発展させるの。魅力的な場所にすれば錬金術師もきっと来てくれるわ。そうでございますね。ええ、だからこれからも頑張っていきましょう。ミスティ、ネルケ様。失礼いたします。
ご一緒いたします。よし、はい、そうですね、必要なものは取っておきますので、ご指示をお願いしますね。拾います。何か使えるものがあるといいのだけれど。上々の成果ですね。そうですね。ユウ。はあ？ありがとうございます。よし。こちらをご確認ください。どれを立てましょう。場所を選択しましょう。これで決まりね。何を栽培しようかしら。どの建物を建てましょうか。どこに建てようかしら。あとは完成を待つの。栽培するものを決めましょう。
どちらになさいますか？施設の状態をと。商品設定はいかがいたしますか？ネルケ様。おはようございます、クノスさん。実は変なものが見つかって。変なもの？これでさ。これは錬金釜じゃないですか！錬金釜？ネルケ様、これが何なのかわかるんですか？これは錬金術師が調合するときに使う道具です。あ、昨日来た旅人が泊まってた部屋にあったんでさ。今朝方村を出ちまったんですが。その人きっと…まだそう遠くには行ってないと思いますがね。昨日の夜森の調査…賢者の遺物を探すのが目的みたいでさ。それでまずは森を調べるって。賢者の遺物？クノスさん、遺物のことをご存知なのですか？ええ、おそらくグランツバイトの木のことだと思います。グランツバイトの木ですか。それがここにあるという賢者の遺物のことなんですね。あくまでこの村に伝わる伝説でさ。誰もその木を見た者はいません。ただ何十年かごとに光り輝く不思議な実が見つかることがあるんでさ。その実はとてつもなくうまくて、食べると力が湧いてくるとかなんとか。力が湧いてくる。そんな効果があるなら賢者の遺物に違いないはず。ネルケ様、錬金術師の方を追いかけましょう。村の発展、そして賢者の遺物を探るには錬金術師が必要なのでしょう。そうね、協力を得られないか話をしてみましょう。それではすぐに装備の準備。ちょっと待った。お二人だけで向かうのは危険です。大丈夫です。これでも剣の腕には自信がありますし、魔物を倒したこともあります。ネルケ様を傷つける者は排除するのみです。ご心配には及びません。そうは言っても。あー、もう分かりやした。念のためお聞きしますが、戦闘の経験は？この近くにはよく狩りに行くんで、そこそこありやす。それに足がいりゃ道に迷うことはありやせんぜ。それなら心強いですね。急いで向かいましょう。ここまで来てもいないということは、もっと…ネルケ様、せっかくですし、使えそうなものを拾いながら進みませんか？そうね、建設資材に錬金術の素材。はい、これだけ自然豊かなので、きっと何か見つかるかと思いますよ。錬金術の素材ですかい？この辺りには普通の草しか見当たりませんが。そんなことはありません。例えば…この植物は回復薬や中和剤の材料になります。え？そ
それにこちらの鉱石、この石ころもですか？あの、つかぬことをお伺いしますが、今までベストバルト村では錬金術の素材は？そうですね、こういうもんを必要としてたのは行商人くらいでさ、それに使えるって分かってても錬金術師が村にいなけりゃ意味が。にしてもネルケ様は詳しいですな。王都の学院では？ええ、あらゆる学問の基礎知識を一通り習うんです。自分には扱えないものでもその骨子と使い道を知ることは重要ですから。指示を出す立場になる以上、知らないことは何もないくらいじゃなきゃ務まりません。はあ、なるほど。確かにネルケ様は勉強熱心ですが、錬金術関連の分野は少し詳しすぎるくらいですね。いいでしょう、役に立っているのだから。それに私が錬金術に興味を持っていたのも知っているでしょ。おや、そうなんですかい？何か思い入れでも？ええ、私は伝説の賢者に憧れて錬金術に興味を持ち始めたんです。残念ながら才能がなくて錬金術を使うことはできなかったんですけど、人々を幸せにするというのは貴族としての責務にも重なることだから。なるほど、そうでしたか。それじゃあここでの仕事や調査も夢の一つというわけですかい？ええ、まだまだ仕事は始まったばかりですけど、少しでも私の知識をお役に立てたいと思っています。それだけ熱心に努力してるんですから、ネルケ様ならきっとその夢も叶えられやすよ。ありがとうございます、クノスさん。そういうわけなので、わからないことは私に聞いてくださいね。素材になるものはバッチリ把握してますから。わかりました、気になるものがあったら確認します。お願いしますね。それじゃあ奥に進みましょうか。さあ出発しましょう。迅速な行動が大事でさ。調合に使えそうね。どんなものをお願いしようかしら。ああ疲れやした。魔物ですな。ネルケ様。ええ、ミスティ、クノスさん、行きましょう。参ります。
切れるかしら。さあ行きましょう。大したことなかったわね。お疲れ様でした、ネルケ様。はあ、お二人ともやりやすな。まさかここまでとは思いやせんでした。私も幼い頃から訓練しているので、多少いざという時は自分。なるほど、そうでしたか。えらい慌ててるように感じやしたが。言われてみれば。です。では何かから逃げてきた。な！ネルケ様、お下がりください。こいつはなかなかの大物でさ。待てー！あれは。様から逃げようなんて100年早い。あれ、村長さん、どうしたの？あんた、いきなりなんてもん投げんだ。あれは何なんだ一体。マリー特製フラムだよ。いや、見たことない魔物だったから素材が欲しくてさ。で、絶対逃がさないよう私のとっておきを使ったってわけ。そうか、さっきの。そうそう。で、村長さんたちはどうしてこんなところに？ああ、あんた、釜を忘れてっただろう。あ、そういえば、照合するときに出したままだったかも。照合ということは、やはりあなたは錬金術師なのですね。うん。そうだけど、私はネルケと申します。ベストバルト村の領主の娘で、この度管理官。私はネルケ様のメイド、ミスティです。どうぞお見知りおきを。え、貴族様なの？これはご丁寧にどうも。私はマルローネと言います。マリーって呼んでください。旅をなさっているんですか？はい、いろんな世界を知るために旅をしてて。はい、あなたに会いに来たんです。お願いですか？お聞きしたところによると、マリーさん。はい、どこにあるのかわからない不思議な。せっかくだからいろいろと情報は。そうでしたか。あの、提案なんです。この近くに拠点があれば調査もしやすいと。え、もちろんです。村でアトリエを。はい、ベストバルト村はそのために錬金術。村にアトリエ。私の錬金術で大丈夫かな。はい、私たちにはマリーさんが必要なんです。それに村が大きくなれば人が増えて、木の調査もやりやすくなるかもしれません。なるほど、一理あるかも。本当ですか？もちろん。木の調査もそうだけど、村の発展に関わる機会なんてなかなかないし、この近くって珍しいものも多いから、もっとたくさん調べてみたいって思ってましたしね。ありがとうございます。それじゃあよろしくお願いしますね。
え、こちらこそ。よかったですね、ネルケ様。それじゃあ村に戻りましょう。そろそろ作業も終わっとるはずです。早速こんな人。いえいえ、すごいのは私じゃなくてマリーさんですよ。あれ、こっちには、そ、こっち、ネルケ様がご存じないのですから、ないと言って差し支えないかと。へえ、こっちだと道具も違うのかな。それじゃ、え、私、はい、村の発展はネルケさん主導で進めるんだから、ネルケさんが欲しいものを作るのがいいと思うんです。それにほら、先入観がない方が面白い発想するかもしれないし。なるほど、試しにやってみてもいいかもし。じゃあ早速、まずどういうものが欲しいですか。そうですね、そうですね、うん、え、よし、ありがとうございます。